ここは一度ジャンプパッド置いて、いやーこれあとは上から打ち下ろすだけ。まず古田さんが HP なくなってやられる。これはタカちゃんの方が負けたら勝ち。アリケンのクリエイターサポートのコードが知りたい？大正解。それが俺のクリエイターコードだぞ。それじゃあ動画へレッツラゴー。はい、ということで始まりましたグランドファイナル2日目。とうとう長かったグランドファイナルもこれにて終了。今日の6試合で全てが終わってしまいます。さあドキンさんたちがこれ一番上か、ハイグラかこれ。さあいやドキンさん、ここは上の人間落として、うわー、さあハイグラの敵を落として、1キルゲット。さあそのままハイグラを取ったのはドキンさんか。さあアンチ内入って残り5人、5パーティー。さあ一体、うわー上もいるのかまだ。さあ上落としてドキンさんただ1人。さあ2人落としていく。さあハイグラの敵を2人落として、さあ根元を壊せば、さあもう1人落として、え、やば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 、10キルやばい。さあドキンさんハイグラの敵を全て落としきって、残り目の前の敵と 1v1 か、うわ惜しい。さあ車でもう一度、さあ逃げようとしているが、さあアサルトライフルの、さあ弾が通りまくる。さあここは一気に、さあ詰められていく。いやーこれしんどいね。さあ家の中で耐えないといけないが、あまりにも物資不足。さあグレンをストークがやり合っている。さあ1人落として、もう1人落として、いやーこれだいぶ。さあラスト1人も倒していく。さあ目の前出て、さあどうにか当てていきたい。さあ逃げ遅れたレイナーを倒していく。ここはカッキルが間に合わない。さあレタスさんたちが2試合目も取ってしまうか。さあここで資材がなくなった。さあワンボックス閉じ込めて、うますぎうますぎ。さあ1人フラムを倒して、ここはレタスさん、さあキルを取ってポイントを稼いでいく。さあ目の前ユセヤが逃げ遅れているが、いやーここはユセヤしっかり後ろ見ている。さあレタスさんやられて、一度アンチ外に放り投げて、さあ資材を回収していきたい。クアラを撃破、ブユルリさん撃つところのいいぞこれ。さあやられて、ここは資材を回収、ジャンパットも回収できたか分かんないけど、うわー。さあしかし山の上、ここはジャンパーを使ってハイグラを取り返していく。いやしんどい。さあブユルリさん1人でどこまでいけるか、残り人数6人。さあ目の前進んでいく。さあメイシーフィッシーたちがいるが、ここは前沢を倒して、強すぎ、は強すぎ。さあナイトルがまだ生き残っている。ローグラではナイトルが回復。さあ上ではストークたちが降りてくるぞ。いやーここはストークたちがハイグラから最後まで倒しきり、さあ1位を取っていきました。ビクトリーライル、おめでとうございます。さあワイルドホークが生き残っている。さあマウフィンがやられて、さあリムルと、さあワイホー2人きりになっている。目の前オーバースタン、さあこれは入り込んで倒しに行くか。さあうまい L2L2。 さあカッキル入って HP マックス、ワイルドク後ろからこれは倒しきる。フォーカスグレンを倒して、さあ資材はでも少ない。ここは一度ジャンプパッド置いて、さあ上に登っていくが、いやーこれ、さあ暗潮の中に入って、あとは上から打ち下ろすだけ。まずフルダーさんが HP なくなってやられる。さあ唐辛子も全部食べてメディキット負けるでしょう。さあフラムが一人で耐久しているが、これはタカちゃんの方が負けたら勝ち。負けないんだそれ。さあ進んでいく、横にはさあ猫愛好家レン、ここがワンボック勝負。さあペポが落ちてしまうか、これ危ない。さあルナが目の前の猫愛好家レンを倒すことができるか。さあしっかりと前の方に張って、さあここは倒しに行く。100ダメージ強い。さあルナキングしっかり倒して、残り4パーティー。さあ今日のポイント98ポイント、1位取ればさあ上位には賞金は上がるからね。さあゆっくり移動して、さあボブたちとさあワンボック勝負。ここは確証を先に入れて、さあルナは一度上に上がって、さあ目の前のマシロン撃破、隠しも入れて、
さあ、上では誰かまだ生き残っているが、さあ、ルナ倒すことができるのか。さあ、回復勝負だが、回復あるのか。さあ、全員でチャグバズを、さあ、お互いに打っていく。さあ、もうチャグバズしかないので、チャグバズで耐えきれなかったら終わりだ。さあ、ここはルナが倒しに行こうとするが、活気を入れられないように、しっかりと上で待機。さあ、シューシャン残り HP5! うわー、さあ、持っているのは青ポンプ。一応クラッチできる。さあ、アイテムは持っているが。さあ、目の前誰かいたように見えたが、今のはシュートか。さあ、周りをしっかり見てみます。視点早いな、こいつ。やばい、目回る。さあ、目の前、前さあ、顔を出してるところ。しっかりとヘッドショット。さあ、入れて、金スカーも。さあ、金スカー、紫スカー。さあ、残り資材29枚。目の前出てきたスイッチを。さあ、ここは撃破。さあ、1キル取って、目の前のアイテムしっかり回収。さあ、紫ポンプが落ちていたように見えたが、ここはもう移動優先しています。さあ、しっかりミニポを飲んで、さあ、7本あるので、ミニポが尽きることはないでしょう。さあ、唐辛子を自分でもう一度食べて、さあ、後ろにいる人間を倒していきたい。さあ、周り見て、さあ、上には SS たちがいるぞ。さあ、目の前、開けてしまった。超えた。これは、うわー、一人前さんを持っていく。さあ、ローグラウンド、メイシーも、さあ、シュートが倒している。隠し入れて、さあ、丘上なので少し上がらないといけないです。さあ、目の前上がっていかないといけない。右側から大きく上がっていく。さあ、一度後ろに戻って、さあ、ウィッキーがいる。しっかり見ている。アサルトライフル撃って、さあ、押して、さあ、目の前もう一人、さあ、アリスがいるが、ここはワンボック勝負。しっかり100ダメージ、横のクジャクも倒す。さあ、クラッチしているぞ、コヨタ。さあ、6キル目、チームキル11キル。さあ、残り2パーティー、3対2です。さあ、上の人間たちを倒さないと勝ちはありません。さあ、一発ショットガン当てて、さあ、デカポップは削りました。さあ、目の前落として、さあ、シャボキーたち、さあ、ワンボック勝負。目の前、うわー、さあ、レイナー倒して、かっきり間に合うか。いや、間に合う、絶対間に合う。うわー、1キルギリギリ倒して、さあ、13キルで勝っていったのはアレンたちのチーム。さあ、ボブがやられて、レザスさんが倒している。さあ、目の前の敵、エイムがいい。ジョーさんを倒して、目の前のサンプ倒せばマジであるワンチャン。3キルあるよ、マジある、うまい。倒しきる。さあ、チャグバズもゲット。いや、ナイトルここで落ちてしまう。さあ、残ったのはアリス1人。さあ、ここから足りないキル、6キル、何キルだ、あと6キル、あと6キル、ビクロイで1位を越すことができる。さあ、目の前バモスミカエル王を倒していく。もうこれはゴリ押ししていくが、一度下に降ります。残り資材は1枚しかない。バレたら終わるぞ。ここは一旦メディキットを巻いてアンチガイムーブかましていきます。さあ、残り人数6パーティー、ワンチャンある。さあ、目の前入り込んでいきたいが、一人倒して、いや、これアンチブ、うわー。さあ、やられていった。ハイグラを取っているのはシュンシャンたち。これはしょうがないな。さあ、シュンシャン最後の試合ビクロイできるか。残り人数5人。さあ、ルナが落ちてしまったが、ここは反キャしっかりと当てて倒していく。さあ、しかしキャベツがないので、これはもう倒しきるしかありません。残り3パーティー。さあ、221です。さあ、シュンシャンラストマッチ勝つことができるのか。さあ、ここはシュンシャン降りて、さあ、もう倒しに行きたい。残り資材1枚。さあ、もう 1v1 下で勝つしかない。さあ、ドキンさんがまずやられて、もう一人やられて、さあ、逃げるレタスを、ここはシュンシャン追っていく。さあ、目の前のレタスさんを倒せば勝てるぞ。さあ、スタンドに落ちてきたところ、シュンシャンと 1v1。 さあ、残り15。うわー、ここはラストスタンドリーが勝っていきます。さあ、これにて2ヶ月に及ぶ FNCS グラウンドファイナルが幕を下ろしました。さあ、今回のシーズン1位になったのはこのチームだ。ドン。いやー、
うわドキンさんたち惜しい。めっちゃポイント上げてるじゃんドキンさんたち、強っ。さあ丸尾1339ポイント圧倒的ポイント差を誇り、最後は逃げ切ってアジア1位の称号を手に入れました。チャンピオンアックスと、優勝賞金おめでとうございます。ナイファイ。はい、ってことで、長くにわたるグランドファイナル、今日も最高到達3万2000人ぐらいまで行ってね、ありがとうございます。私のねこのグランドファイナルは、皆様に、応援されてね成り立っているので、次のグランドファイナル、次のグランドファイナルもね、めちゃめちゃ盛り上げていこうかなと思っているので、まだこれで終わったわけじゃありません。僕らがね競技シーンを盛り上げ続ければ、フォートナイトの競技シーンは未来永劫、ずっと俺の寿命が尽きるまで続くので、皆さんで次の FNCS も盛り上げていきましょう。それじゃあ今回のグランドファイナルこれにて閉幕。また次回のグランドファイナルでお会いしましょう。ということで出場選手の皆さん、ナイファイでした。今日はこの辺でグランドファイナルおいとましました。それじゃあお疲れ様でした。また次のグランドファイナルでお会いしましょう。最後はコメント欄またなで埋めてください。それじゃあお疲れ様でした。またな、バイバーイ。おつー、おめでとう丸尾、丸尾また優勝するか丸尾。